9番日程雄大まだ後方で、第4コーナーまた5番の脇本雄大が先頭で帰ってくる。脇本雄大が粘る。番手の2番の村上を後ろ。そうですね、軽そうにスピードが良かったと思います。そうですね、ちょっと疲れは残ってましたけど、2日間間があったので、そこで調整できたと思います。脇本の後ろで頑張りたいと思います。一戦一戦全力で頑張ります。応援よろしくお願いします。初戦に続いて脇本の後ろを、回るんですけども、多分すんなりとした展開になるんじゃないかなと、今回のゴールデンレーサー賞一番一着に近いのはこの村上義弘だと私は思います。